2試合連続惨敗。うむ、見事な負けでした。無点ね。ホームがめっちゃ遠い。つながらんねえ。なかなかの惨敗っぷりやったな。でも明日も安定の一面なんやろな。どうせなら黒川とかも出してやれよ。今江って代打使わないから、代打陣も1週間ぶりの打席とかザラやからな。岸はこれで10杯目かよ。早川の次に安定してんのに。湯気と松田が打たれただけだし、岸までは1失点だからね。楽天、小郷優也が12球団でただ一人全試合フルイニング出場中。達成すれば球団初アンドリーグ5年ぶり。今江監督はオリックスとの試合前に、小郷をスタメンから外す選択肢はない。この先、何が起こるかわからないが、現時点でそこに関しては何の迷いもない、と公言した。今ってフルイニング出場するより休ませながらベストパフォーマンス出させるのが重要だと思うんだけど。ずっと活躍して出場なら素直にすごいけど、記録ありきで出場ってヤバすぎる。そんなくだらないことにこだわるなら少しでも休ませた方が良いよ。小郷は今日ヒット打った島田フルイニングは受け入れられるわ。フルイニングは他のチームもある程度いるのかと思ってた。小郷にしてみたら何してもずっと一軍で試合に出られるの確定してるもんだな。こういうのを宣言するのは良くない。守備だって怪しいのに。結局勝率5割に収束するんだよな、このチーム。